はい、どうも、セルフィーです。というわけでね、今回、こちら、少女歌劇レビュースターライトリライブ、通称スタリラのね、実況をやっていきたいと思うんですけど、で、まずね、今回お伝えする情報がですね、3つありまして、まず1つ目、こちら、3周年ありがとうログインボーナス、ということでね、3000スタージェムがね、なんと、ログインするだけでもらえると。いや、すごいですね。で、こちらですね、期間が11月8日の4時59分までですので、ぜひ皆さん、3000スタジアムゲットしてください。こちら、ガチャ10連分ですので、ぜひ、ゲットしてください。続いてがですね、こちら、超きらめきフェス、アルカナ・アルカディアということで、超きらめきフェスのガチャがね、開催されます。で、こちらですね、新たに、希望、野々宮ララフィン、新登場ということでね、新しい星4キャラクター、また出てきました。そしてですね、新しいクライマックスアクトも登場ということで、新登場の回数プラス効果、希望で味方を強化と。で、さらにですね、こちら、開幕時、起死回生プラス、敵役2体に AP 増加&敵役3体にクライマックスアクト封印と。やばいでしょ、この性能。破格ですよ。また強くなっちゃう。またインフレが起きちゃう。で、こちらの超きらめきフェスはですね、星4舞台少女の出現率が通常の2.5倍。まあ、普段よりめちゃめちゃ出やすくなるというような内容になっております。で、こちらはですね、期間は11月23日、11時、まあ23時59分までというようになっております。さあ、最後、3つ目のお知らせですね。3つ目はですね、こちら。劇団レビューの開催と。期間は11月19日金曜日午後4時から11月23日火曜日の23時59分までと、新たに新しい舞台少女が報酬としてね、出てくると。こちら皇帝の雪代彬ですね。まだ性能とかはまだ出てないんで、またそれは後々ね、ご紹介していこうかなと思います。この劇団レビュー開催している最中は劇団への加入ができませんので、このね、機会にね、ぜひこの19日の、まあ大体3時ぐらいまでに、ぜひ劇団に入団して、この劇団レビュー、挑戦してみてください。それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。またね、このスタリラの最新情報出ましたら、どんどん紹介していこうと思うので、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメント欄で応援の方、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。